ございます。鈴木氏です。今日は日曜日ですね。休日の朝練、この場所ね、年々人が増えてどん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 激戦区になってますね。駐車場探すのが大変でした。多分めっちり人がいると思うんですけど、まあちょっとね、昨日も私結構ブッシュウォークが必要な、ジーソニーに行ってたんで筋肉痛がひどい、あ、まあおっさんぐらいですからね。ということで、ちょっと今日はそんなに体力を使わないように、ちょっと昼から仕事あるんで、休日勤務があるんで、まあ平時かな、ほぼ地元と言っていいところに来てみました。ちょっと軽く入ってみようと思います。美しい季節は、すでに 1,2,3,4,5,6 人入ってますね。たまたま私も今入ってます。仕事が当たりますね。深瀬の人まで来てます。珍しい。大体ルアーの人が横見ですね。深瀬市内真横に深瀬市入りましたが、塩下の方なんであまり影響ないと思います。一発目は定番のこいつですね、キクバクシャースローの 50g。風強いからいけるかどうかちょっとわかんない。これで速攻全く取れないようであれば、普通のロングボディのジグに変えて、斜めにパンパン。あ、寒い。気温というより風がね、厳しいところかな。2投目で来ましたね。そうか、背高いのか。なんだこれ。近め金時。はい、大変珍しい近め金時という深海魚に近いような見た目なんですけどね、釣れました。はい、リリースします。
んだろう、キュウリじゃないな、タイかな。金魚売ってる。後ろから金魚売ってる。よいしょ、はい、テーラーですね。まあまあ大きい50ぐらいのテーラーが削れました。まあまあ OK です。テーラーですね、結構まあまあ大きい50ぐらいのテーラーです。なんかさっきは釣れたテーラーの後ろをキングフィッシュが2匹ぐらい追いかけてましたね。あれよくある話で、大きな魚が釣れると、まあ大きくないんですけど、魚が釣れてそれを暴れてるとね、なんか、エイトを追ってる他のフィッシュイーターと勘違いして、キングフィッシュを寄ってくるんですね。30分ぐらい前かな、左側で釣ってるぶっこみ、餌釣りの人がヒラマサを2匹あげてますね。多分リーガルサイズ70ぐらいだと思います。回ってるのは間違いないです。多分ね、今産卵前か産卵ちょうどやってる時期なんで、ボトムべったりでそんなに活性高くないと思うんですよね。だからたまたま目の前に餌があると食うみたいな。しかもヒイカパターン、餌の人はスミイカ、ポウイカを餌にしてたんで、丸ごと一匹ですね。生きてるか死んでるかちょっとわかんないですけど、だから今ちょうど冬から春一番にかけてのヒイカパターンに入りつつあるのかなと思います。ショアスロー、いい時期だと思います。よいしょ、おイカ釣れた。イカですね、いいイカ釣れましたね。今度はイカが釣れました。これ20センチちょっと、25センチぐらいのイカですね。うん、なんか餌にしたらすごい良さそうな気もせんでもないな。はい、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。まあ今こっちね、白に真冬なんで、まだここ、1ヶ月ぐらいかな、ほとんど内湾は無に等しい、沈黙を、保ってきたわけですが、まあ、今日ね、ちょっと春の、訪れをそろそろ、感じるというかですね、まあ、近日、何か始まるのとシーズンが始まるんじゃないかなという雰囲気を感じさせる火星でしたね。で、朝一なんだ、オカメトンチキ、違う、なんだっけ、チカメキントキっていうですね、珍魚、から始まってですね、大きめのテイラーで、またいい量系のですね、ヤリイカという感じで、活性はね、悪くないと思います。ちょっとずつちょっとずつ、魚のコンタクト、当たりを感じるようになってきましたんで、まあ、あと2、3週間ぐらいでね、突然始まるんじゃないかな、春マサシーズン、内湾の春マサシーズン始まるんじゃないかなと思います。じゃあ、まあ、そうですね、タックルとかももう一回念入りに、メンテナンスして、ラインも新品に巻き替えて、春の、平政祭りに備えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。